私の出番ね。あんたたち、さっきの海兵でしょ。こいつらは麦わらの一味。こんなところまで追ってくるとは。見ろよ、あの紋章、バロックワークスのじゃねえか。どうやらバロックワークスに関係した砦なのは間違いないみたいね。そういうことならさっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜ、ナミさん。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。サンダーボルト、エンパー！だぞー！くそ、動け！やってやろうぜ！ウソッペンパフォーム。くそ、俺が相手になってやるよ。なるぜ、その程度だ。くさ、その程度だ。肩慣らしといくか。しろよ。俺の出番か。企んでやがるな。くそ、違う。聞かねえな。聞かねえなら切るまでだ。
れどれ、いただき。修行にはちょうどいいな。まずは飯だ。てめえの世話にはなんねえよ。感謝の一つも言えねえのか。まとめて相手してやる。鬼、まだだ。ナミさん、これが終わった。おりゃ、ねらいは外さねえ。まだ、まだ。さあ、やるわよ。任せて。どれどれ。いただき。やってやろう。なんだもの。天気よし、風向きよし。ソーサリー・クリマタクトはなん。やったー、私の成長は止まらないわ。こんなところで。くそ、さすがは麦わらの一味だが、一足遅かったな。ビビ王女はすでに別動隊が連れ去った後だ。もう宮殿にいる社長の元に着いた頃だろうぜ。無駄骨だったな。バロックワークスが社長って呼ぶなら、クロコダイルのことかな。そうだろうな。ビビを助けるためアルバーナに急がねえと。海軍の検問に切り込むか。少し骨は折れるが、なかなか面白そうだ。よし、行こう。海軍をぶっ飛ばして先に進むぞ。